はい、皆さんおはようございます。はい、ご視聴ありがとうございます。今日はね、1月の22日、月曜日となっております。今日はね、朝から、ね、天気がいいですね。はい、今日はね、朝から、運動公園の方にね、ずっと帰りにね、散歩道中に来ております。はい、と、あ、じゃあ、あの階段上がらない。あ、これからね、この階段をね、上がっていきたいと思います。はい、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 普段ね、本当になかなかね、こうやって階段を上がる中でいうのはね、本当に家の階段とかね、初詣のね、神社とかね、そのぐらいじゃないかなってね、思うぐらい最近ね、階段なんか上がりませんけど、やっぱりね、家族の彼もね、体力がすごいですね。階段で体力を奪われましたね。でもね、本当景色がね、本当晴れるとね、すごいいいところで、ね、晴れ晴れしてね、ちょっとね、海が近いんでね、風はありますけど、ちょっとね、2人が嬉しくこうね、参加していただけるとね、ありがとうございますね。そのところでね、結構ね、Twitterとかでね、ないことでね、このものがね、なんかセンシティブになるんだみたいなね、投稿でね、動画とかもありましたけど、なかなかね、やっぱりね、世間が目が厳しいのか、もしくはなんかね、あれはなんかの不具合なのか、不思議なところではあるんですが、ね、昔はね、あんなような投稿とかね、全然政治的なことがあんまりなることがなかった気がしますけど、世間の目っていうのがね、なんか変わったんでしょうか、それともね、なんかそういうことのね、もしかしたら不具合なのかちょっとわかりませんが、もしかしたらね、このグループまでちょっと仮のね、撮るこの動画でもね、なんかもしかしたら上げたら政治的になったりとかね、する可能性はありますが、まあ、そこはね、他の通行人とかがね、人物が特定して映ってるわけでもないし、映ったことないし、とね、おじいとおばあしか映ってないんでね、特にね、センシティブになるものはないと思っていますが、まあ、そもそもね、なんか見ている方がおられたらね、もし長い目でね、見ていただければなと思っているんですけどね。まあでもね、毎回帰ってきてもね、まあ、多少のお時間はね、あれとね、こうしてね、なんか、いろんな方がね、なんか管理してくれてるんでね、やっぱり、いつものね、お散歩コースよりね、ほんと、なんだろう、雰囲気も少ないし、ね、ほんとお散歩しやすいというかね。はい、カレンちゃんね、今ね、おかげに隠れておしっこしてます。はい。やめた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 。これね。
毎日はね、彼もね、まったりゆったりとね、暮らしておりますが、嬉しい限りでございます。はい、うんちが来ました。はい、早いですね、言うてからが早い。もうなんだ。こっちなんか3つまでだな。なんかちょっとカチカチやね。カチカチ。